おはようございます。本日はですね、特にも何もなくゆっくりしようかなと思ってたんですけど、昨日の夜インスタでマウンテンライトのストームブルーが発売される場所が分かって、で、どうしても一回は見て生で見てみたいなと思って、とりあえず買うとかじゃなくて見に行くだけ見に行きたいなと、はい、あくまで見に行くだけなので見に行きたいなと思いながら、一応、財布も持ってきてるんですけど、まあ見に行きたいなと思います。では行ってきます。はい、それでは到着したんですが、オープンもしたっぽいのでちょっと遅れましたが行ってきたいなと思います。帰るか分かりませんが、まあ見に行くだけ見に行きたいなと思います。行ってきます。はい、というわけで、無事帰ってきました。結果なんですけども、はい、このように、無事購入することができました。で、色味とサイズなんですけど、中身がこちらのストームブルーを購入しました。で、こちらはですね、M サイズで購入できたんですけども、そのお店が僕が、前日にインスタグラムを見てたら、明日発売っていうのが出てたんで、まあ、インスタグラムでハッシュタグでマウンテンライトとか調べてたら、入荷情報とかあると思うので、まあ、それで僕は見つけて購入しに行きました。で、ちなみにそこのお店はストームブルーは各1で置いてて、でツイルベージュとかは各2ぐらいであったっていう感じだったんですけど、着く間際ぐらいにもうオープン、10分前ぐらいになぜかオープンして、並んではった10人ぐらいは先バーって入っていって、僕車乗ってたんですけど、慌てて後ろで止めて、でさっきの動画撮って、で上がっていったら、ストームブルーは誰も触ってなくて、 M サイズ L サイズはあったんですけど、もう両方とも誰も触ってなかったんで、僕持ってるケルプタンの方が L サイズなんで、まあ、これは一回 M サイズで着てみようと思って、まあ、M サイズで購入をしてみました。はい、でこれの詳細とかはマウンテンライトのケルプタンと、まあ、これを着比べたりとかしてみようかなと思ってるので、また動画を楽しみにしてみてください。はい、ということで、まあ、場所によってはなかなかこう直営店とかやったら今並んだりとかして、なかなか購入しづらいとこもあるみたいで、ほんまに視聴者さんとかの話聞いたら、スポーツ店とかやったら普通に残ってましたとかもあったりするんで、いろいろこう見ながらインスタ見たりとか、あとスポーツ店に電話したりとかして、在庫とか確認しておけば、もしかしたら手に入りやすいんかなとか思います。ストームブルーは僕も探してる中であんまりなくて、ケルプタン持ってるから買うつもりはなかったんですけど、やっぱりストームブルーは一回見てみたいなと思って、やっぱ見に行くとどうしてもついついレジまで行っちゃうっていう流れで行っちゃったんですけど、これは、嫁とも一緒に兼用で着ようかとは言ってるので、女性も着やすいですし、まあ、僕も着やすいかなと思うので、色味がちょっと春っぽい感じなので、これからどんどん着ていきたいなと思います。では比較動画はですね、まだ出しますので、まあ、今回はこの辺でお別れしたいなというふうに思います。では、マウンテンライトのストームブルーを購入してきたという動画でした。以上、ありがとうございました。